どうも、浦迫です。今日は、ファッションチャリティーセールイベントに来ております。はい、はい、渋谷ヒカリエですね。はい、はい、あのいろんなブランドさんがこうシップスさんですとか、はい、あのブーツのアグさんとか、はい、いっぱい出てますね。でいろんなね、マウジーさんとかヒカリエでやってるのすごいですね。主催ってなんだろうとチャリティーっていうのをね、はい、テーマにしてる、まあ、ファミリーセールです。お安く買えますよっていうセールなんですけど、はい、あれ待って、宮迫さんは、あ、宮迫さんは遅刻っすもうすぐ始まっちゃいますね。なんでちょっと、まあ、本当はね、あのオープン前の様子を宮迫さんと一緒にね、はい、あのお届けできたなと思ったんですけれども、ちょっとね、宮迫さんがいないということなので、はい、ちょっと急遽僕らの方でオープニングだけ回しています。浦迫です。はい、はい、あのみんなでね、設営したんですけれども、はい、見てこのすごいこれ作ったのポスター、すごくない？これ作ったの特大サイズ。お量すごい、絵うまいな、すごいな。絵じゃないのよ。絵じゃないの。絵じゃないのよ。あ、違うの。ちゃんとしたカンコレで撮ってもらった写真をポスターにしてもらったっ。ポスターにしてもらった技術か、量の。すごいな。その特殊技能とかじゃないからね。あの顔マジで気持ち悪くない？あの量さんじゃない、あのツッツンの顔やばいわ。やばいよな。すごいな。片目だけ二重やしな。弟からの嫌がらせにしか見えない。片目だけ二重。ほんまや、左目だけ、ね。隣なんですけれども、はい、我らは大将ね。はい、はい、遅刻してます。はい。ちょっと照れてる。そうそう、ちょっと照れてる感じがね。こう見るとさ、うん、ブランドだね。そうね。すごいよ。じゃあ、もう限界よ。宮迫さんもね、もうちょっとね、来るとは思うんですけど、はい、まあ、あのやっぱりそれ、宮迫さんオープンまで待てないんで、はい、他の方もね、みんな準備してますんで、まあ、一旦オープンして、宮迫さん来たら、また改めてお客さん入った状況とかも取りながらお伝えできればなと思います。はい、じゃあ、一旦閉めて。はい。これ、宮迫さん怒るな。はい、はい、宮迫さん、来ました。はい、来ました。ザッツファッションウィークエンド。はい、ちょっとあのどういう、イベントなのかちょっとあの紹介していただきましょう。はい、お願いします。あ、はじめまして、ザッツファッションウィークエンド代表の菅野と申します。菅野さん、お願いします。お願いします。はい、まあ、宮迫さん、飲食業界、はい、助けようみたいなことやられてると思うんですけど、はい、うん、頑張ります、はい、コロナ禍でファッション業界もあの、はい、お店にお客さんが来れなくなったりとか、はい、結構大変なことがあり、はい、今回は、そのコロナ禍で販売できなかった商品、販売する予定だったけどできなかったものを、並べさせていただいてます。なるほど、はい、本来ならばコロナのまあ、ど真ん中ぐらいに出したかったけど、はい、やっぱりお客さんも来れないし、はい、出せなかったものをここで最高じゃないですか。そうなんですよね。で、はい、まあ、ファッションの力で、まあ、日本を元気にみたいなことを掲げさせていただいてるんですけど、はい、その売り上げの一部はなので医療従事者、まあ、一番大変な思いをされてると思うので、はい、寄付させていただきたいなと思っております。はい、まあ、あとはこうファミリーセール開催してもやっぱ余っちゃうんですよね、どうしても。はいはい、でそういうものは今回、大学生にたくさん絡んでいただいてまして、でファッションを学んでいる大学生がたくさん、いらっしゃるので、はい、そういった方々の作品制作素材に、使っていただこうという形で、まあ、若手支援もちょっと頑張っていきたいなと。なるほど、リメイクされたりそういうことですよね。そうですね、まあ、お金がないんですけど、ファッションショーをやるためにいっぱい記事買ったりとか、はい、バイトしてやられてるんで、はいはい、まあ、せっかくだったらそういう方々の、素材になればいいなと思い、いいですね、はい、素晴らしいゲストじゃないですか。そんなイベントに、そうなんですよ、はい、我々のチルバもこう展示、まあ、我々のこのあのまだ完成してませんので売りじゃないんですけど展示ということで、どうですね、秋冬の展示ってことですね。あのジルバも受注生産がメインじゃないですか、はいはいはい、でそういう意味でサステナビリティというか、うん、はいはいはい、無駄がなく持続可能というところでちょっとお声かけいただいたというのがあります。 ありがとうございます。いやいや、もうありがとうございます。本当にもうかっこいいですね。ありがとうございます。なんか、はい、素材がやっぱ全然安っぽくなくて、はい、いや素材からやっぱこだわられてる。うわー、嬉しい。いや、なんかもう見てわかるじゃないですか。さすが、確かに確かに、さすがプロ。いいですか。あの今ほら、うちファストファッションはちょっと扱いたくないなと思って、はい、なるほど、まあ、なんかこういうコーナー場ではあんまりあれですけど社会問題になっちゃってるじゃないですか、生産ラインとか、はいはいはい、今回参加いただいているブランドさんって、はい、もうサスティナブルな活動をすごくされてるんですよ、はい、
だけどどちらかというとそのだから余らないようにとかなんかそうやって考えてはいるんですけど、まあどちらかというと大量にこう余りを出してしまってるようなこう、まあ、海外のファストファッションのブランドとかが、まあ、主流、まあ、多いのかなと思っていて、はい、で、まあ今回そうやって受注生産でやられている宮迫さんとか、はいはい、あのもうサステナブルな活動をしてあの生産量を抑えたりとか余らないようにしているというアパレルさんに参加していただいてまして。なるほど。そうなんですよ。だからそこはもう本当にあのコンセプトが、はい、あの受注生産で余らないようにというところはすごくあの今の時代に合ってますし、ありがとうございます。まあ、広まってもらえたら嬉しいなというのはすごく思って、はい、嬉しいですよね。いやすごいイベントですよ。本当にもう出だしの我々がこんな展示できるなんてすごいことですから。シップスさんとか、はい、めちゃめちゃ有名ブランドさんいる中で見てくださいこれ一番目立ってますよ。なかなか恥ずかしいですね一番目立ってますから。ありがとうございます。でかいですね、はい、ほんまですね。これいいの欲しいな。あと実はこのイベント、はい、あの西野さんが、西野先生、はい、ご協力されていて、そう、西野さんデザインのプペルのトートが、やっぱり僕はあの個人的にあのファンっていうのはあるんですけど、はいはい、あのやられてる活動がすごく面白いなと思って、はい、プペルがゴミ人間っていう設定じゃないですか、はい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 、でやっぱあと映画を見るとお父さんが生地屋で、はい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 、煙突掃除の仕事の人があのほつれたのをこうプペルが直したりとかっていう作業があった時に、まさにそのサステナブルの象徴と言えるようなキャラクターがプペルなのかなと思って、今回はあの声をかけさせていただいて。いや素晴らしい、もう、はい、私もあのプペル大ファンなので。あ、もう見てます。もうねすごく応援してます。プペルの映画を見たことによって今なんか頑張れてます、はい、なのでちょっとねプペルブースもあるんでしょ。はい、フォートブースが、はいね、はい、フォートブース、そうですね、はい、ありますね、はい、あと写真撮りましょう。あとで写真バンバン撮りましょう、はい、これが今日、明日、明後日、3日間ですね。3日間、はい、素晴らしい。そのフォトブースのちょっとすみません、ジルバのご説明ではないんですけど、フォトブースはロスフラワーっていう言葉がありまして、ロスフラワー、はい、お花も実はコロナ禍で結婚式がないから売れないとか、そう、なるほどね、すごい余ったんですよ、はいはいはい、だから市場で余ったお花を今回使ってプペルをテーマにフォトブースを作ってもらったんですね。素晴らしい、素晴らしい、一応そういうこう本当にサステナブルっていうことをあのテーマに掲げて今回イベントをやらせていただいているという、はいはい、そういったコンセプトになっております。はい、ありがとうございます。本当に素晴らしいイベントでございます。そういうふうに言っていただいて、もうね、普通にね、あのお客さんとして見たいんですけどね。いやもうあのあれですね、あの例えばスーツ14万円のスーツとか、はい、一流ブランドさんが出されているものが1万円台なんですよ。すごい。はい、で価格帯も1万円までのものは、2000円で、2000円、はい、マジもう均一で販売させていただいて、で3万円までのものは4000円、均一でやらせていただいてて、むちゃくちゃ見たい。僕らも買っていいんですか。あ、もちろんもちろん、なんでやっぱりこう業界側とかあのコロナ禍でとかいろいろ言ってますけど、はい、やっぱお客さんも楽しんでいただけないと、もちろんです。そこでまあウィンウィンウィンに全てがなっていけばいいなみたいな、はい、お、ウィンウィンありがとうございます。見てます、さすがみつるさん。ありがとうございます。びっくりした、びっくりした。いや、そのウィンウィンウィンもそうなんですよ、コロナ禍で、はい、全然できてないので、はい、もうちょっとね、はい、早くあの、はい、あのお送りするように頑張ります。ありがとうございます。でもございません。もうこうやってあの取り上げていただけることで少しでもあの多くの方にこの活動を知っていただけるなと思うと、本当に素晴らしい、本当に素晴らしい。いや、ありがとうございます。そんな感じで、あと会場内を見て、はい、ちょっと楽しみましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。素晴ら、マジで素晴らしいイベントだね。2000円っすよ。マジくっと、もう行ってきていいですか。いやいや、今お前。え、ですか。違うの、ごはん。ジルバをさ、あ、もうそのあとでテロップとか編集とかで。いや、痛い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 。こんなに人がいるのに。昭和の子。痛い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 。楽しみましょう。これ今日撮って今日出すんですけど、はい、明日明後日とねまだ続いてますんで、続いてますから、はい、ぜひぜひ。これあのマジですごいですよ、はい、これはほんまに、ね、感染対策もちゃんとして、はい、あの順々に入れてますから、はい、時間制で区切ってるんで、はい、入客も、はい、いや手に取ってくれてる、嬉しいな。 ありがとうございます。ジルバよろしくお願いします。お願いします。映せないですけどね、はい、お客さんはね映せないから、はい、ありがとうございます。そんな感じで、そんな感じで、はい、ちょっと見ましょうか。はい、さあ今お次、はい、写真撮影タイムが始まってます。いいよ、全然。ありがとうございます。どうぞ。はい、お母様、はい、行きます。はい、
チーズ。チーズができない。いいですよ。はい、素敵、ありがとうございます。ありがとうございます。ですこれちょっと動画とかになるのも全然ありがとうございます。かわいい。撮ってもらっていいですか。はいはい。バイバイ。はい、いきます。ありがとうございます。ありがとうございます。本田さんのサイトでご購入できまして、こちらが今後発売予定となっている秋冬バージョンでございます。ぜひぜひ皆さん手に取って見ていただければと思います。はい、OK です。ありがとうございます。宮沢さん、めちゃめちゃ興味持ってくださってる方が。あ、さっきあの試着してくれてましたね。めっちゃ良かった。ちょっとマジですか。掘ってください、掘ってください。どうぞどうぞ。こんな若いイケメンに。確かに。ありがとうございます。似合いそう。ありがとうございます。絶対似合うやん。結構あったかいです。うわ、お、むちゃくちゃ素晴らしい。めっちゃ似合うな。いや、でもめっちゃ生地もいいです。質いいですよね。そう、いや、あったかいです。これで A ラインになったやつ。これ、な、これもっとキュッとなるかも。これ、あの、これ、あの、サンプルなんですけど、はい、もうちょっとこの A ラインっぽくスッとこう。あ、大好きです。シルエットをね。シルエットが、こういうの大好き。はい、あの、包みが効くと、はい、ちょっとぽっちゃりが効くと、まん丸になるでしょう。なります。それの悪い例がこれです。この写真。このあカンコレのやつ。そう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 。あれが嫌で、ちょっとあの、もうちょっとこの A ライン、はいはいはい、お腹ある程度出てる人も、こう、スッと見えるように、多分改良されると思います。いや最高です。いや、お兄さん来たらこのままでバッチリ。いや、めっちゃかっこいい。ゆったりめでもかっこいいですね。うん、かっこいいかっこいい。めっちゃいい感じです。ありがとうございます。もういつ発売なんですか。ちょっとまた動画でお伝えします。それは、はい、チェックします。ぜひお願いします。広告塔になっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ似合ってる。めっちゃ似合うな。一番似合ってるやん。カンコレ出てもらえばよかったっす、ね。ほんまやな。それはいいです。ありがとうございます。一緒に写真。あ、どうぞどうぞ。あ、じゃあ僕撮りましょう。はい、チーズ。はい、チーズ。あ、じゃあ好きなポーズでいきましょう。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、もう大盛況やったね。そうですね。安岡さん人気者でしたね。じゃあ、俺もっとあの、いや、もちろんあの自分のブランドをね、宣伝するのもそうやけど、もっとあの、いろいろ見たかったけど。ちょっとね、人気すぎて、なかなか難しそうでした。そうですね。ゆっくり見るような感じではなかったですね、安岡さんが。見てください。環境省さん、サステナブルファッション。ご協力してくれてるっていうね、素晴らしいですよ。お、お、出た。来たね。プペルブース。はい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 。あ、だからこれがあの使われなかコロナ禍で使われなかったお花とか。ロスフラワー。何？ロスフラワー。ロスフラワー、はい。めっちゃかっこいい。うわ、うまい。ロスフラワープペリア。花人間。花人間。いや、まあまあ、うん、ゴミ人間でもあるけど。花人間でもある。花人間ですね。すごい、おしゃれ。おしゃれ。おしゃれやで、この。あ、すごい。多分この椅子もこの廃棄された椅子でしょ、これ。これルビッチの帽子ですか。あ、そうか。そうやな。ということは、もう死後だいぶ経ってる。やめとけ。ルビッチは生きてる。ルビッチは生きてる。俺ずっとここに来てんねん。いや、まあ、じゃあね、スイッチ入れんなって。映画の中でも死んでへんやないかと思って。ペルスイッチ入れんなって。ここでもね、写真を撮っていただけない。はい。あ、ちょっと俺撮って。いやはい。はしゃぐな。51歳はしゃぐな。いや、写真なのよ。写真。動画じゃないから。動画も上げて。ブレッブレッですよ。動画いきますよ。動画も上げて。ずっとプペルに被ってるんですよ。うせやプペルと一緒にできてないの。いや、でもまあギリギリっつったわ。いけてた。はい、楽しかったですね。はい、いいね。いいイベントや。はい、楽しかったですね。楽しかったね。もう、今日はそう、今今日撮影してますけど、はい、明日、明後日も、はい、イベントやっておりますので、皆さんぜひ、ご興味のある方は足を運んでください。はい、あのすごいお得に買えますし、はい、なんかあの役に立ってる気になります。そうですね。はい、そしてあのジルバ自体は発売ではないですけども、ぜひ手に取ってどういうものか見に来てください。というわけで、以上でございます。